はい、ということでですね、今日もですね、これね、牛宮城だから宮迫博之がですね、雨上がり決死隊、元ね、元って言わなきゃいけないですね、元雨上がり決死隊の宮迫博之が出そうとしてるね、焼肉店牛宮城ですけれども、これについてですね、まあ続報というかね、この間僕ちょっと動画作ったんですけれども、てかもう2回作ったかな、それのですね、続報みたいに出てるんですよね。何かっていうとあれですよね、こうオリエンタルラジオの中田敦彦が宮迫がね、焼肉店出そうとしてるんですけれども、それはね、一緒にやってる、いわゆるね、黒幕って言われてる人もいるでしょうってことで、その人をちょっと出てもらってね、いろんな話をしたっていうね、そういうことなんですよね。それについてですね、ちょっとですね、そのまあ、それ全部動画になってるんですよね、 YouTube の動画になってるんですよ、多分ね、ウィンウィンウィンのパート4ってやつですね、宮迫博之のチャンネル上がってると思うんですけれども、その動画についてですね、その動画公開されてですね、いろんなニュースがそこからですね、派生してるっていうかね、その動画を見た人がですね、いろんな声を上げてるっていうね、もちろんこれどうかなーみたいな話ばっかなんですけれどもね、そういったのちょっと今日紹介していこうと思います。で、主に今日登場するのはですね、ホリエモン、そしてひろゆきです。これがね、やっぱちょっとそういった話にね、触れてるんですよね。まあ、そしてやっぱこうなるほどと思ったりとか、面白いところがいっぱいあるんですよ。面白いが強いですけれどもね、これ紹介していきます。ではこれまずですね、ホリエモンについてです。多分ホリエモン動画は見てないと思うんですけど、耳に入ってくるんでしょうね。これニュースになってました。こうあります。実業家堀江貴文氏49歳が19日、自身の YouTube チャンネル堀江貴文ホリエモンでライブ放送配信。元お笑いコンビ雨上がり決死隊の宮迫博之51歳がプロデュースする渋谷の焼肉店牛宮城に3度目の撤退を促した。まあ、以前から言ってますからね、あ、もうやめた方がいいよっつって、その話もちょっと後でしますけれども。で、堀江氏は和牛焼肉店、なんか和牛マフィアってやつですよね、和牛マフィア、高くてね、僕行けないですけれども、堀江氏は和牛牛肉店を9店舗経営しており、各部位にも精通している肉のプロ。これはそうでしょうね、もうね、結構ね、長い間やってますからね、最初素人でもね、もうプロになってるでしょうね。まあ堀江もね、肉のプロだと、お店もやってるしね。で、昨年11月と12月に長年の付き合いがある宮迫に向けて、なんで最初に相談してくれなかったのかなって、マジでやばいですと危機感を示し、事業から手を引くことを訴えていたと。まあ多分これ本当にそう思ってるんでしょうね。他の人とかだとちょっと、なんで言ってくれなかったんですかとかね、そういうなんか言いそうですけれども、多分これも本気でそう思って言ってると思うんですけれども。で、ここはちょっと分かんなかったんですけれども、この記事に書いてあったのはですね、そして19日宮迫との対談が予定されていたが中止にって書いてあるんですよ。これものすごい気になりますよね。これについての理由がちょっと書いてなかったんで、個人的にここはすごい気になった。いや、なんで宮迫との対談中止になったのかなと思って。別に喧嘩してるわけじゃないですからね。堀江と宮迫喧嘩してるわけじゃないじゃないですか。で、堀江さんがね、堀江貴文が別に宮迫からね、焼肉店に相談されなかったからって、別にね、ごちゃごちゃする話でもないじゃないですか。てか、ごちゃごちゃしてないからね、ごちゃごちゃしてないからこれね、1月の19日に対談の予定があったと思うんですけれども、このタイミングでなんで中止になったのかはちょっとわかんないですけど、それ気になりましたね。そこちょっとお伝えできないんですけど、すいません。で、続けてですね、続けてこうありました。ここで、牛宮城の出資をお願いされたらどうしますかというコメントが届くと、だから、ホリエモンね、ホリエモン YouTube ライブやってますから、コメント届くんですね。チャットって言うんですか、ね、リアルタイムでチャット来ると。全然見てる視聴者さんからね、見てる視聴者さんから、牛宮城の出資をお願いされたらどうしますかというコメントが届いたと。そしたら、ホリエ氏は、絶対出資しねえよ。マジでやばいですよ。ときっぱり。300万円の家賃を広告費で賄うって言ってましたけど、最初のうちだけですよ。あ、これホリエモンが言ってるんですよ。ホリエモンが300万円の家賃を広告費で賄うって言ってましたけど、最初のうちだけですよ。手こ入れできないし、マジで撤退した方がいいですよと3度目の撤退を呼びかけたとね。これね、この広告費の話ありましたけれども、ちょっと説明したいんですけどね、まあ前の僕の動画見た人は、ね、分かってると思うんですけれど、これはね、ウィンウィンウィンっていうね、中田敦彦極楽とんぼの山本と宮迫でやってるね、 YouTube の番組あるんですけれども、そこでね、宮迫がですね、中田のさっき言った共同経営者を引っ張り出して初めて動画の中に出てきたんですよね。それがまあ若林さんって人なんですけれども、結局ね、今の焼肉店っていうと、株式会社ノーブルプロモーションという会社で契約していて、進めていて、ただこのノーブルプロモーションという会社はね、株の持ち株比率が、この若林さんって初めて出てきた人が 50% 持ってて、宮坂は 45% で、残り 5% ね、高橋さんっていうね、ヒカルの元マネージャー、元マネージャーって言えばいいのかな、まあ、ヒカルと関係あるね、その高橋さんという人やってると、まあ、5% ね。だから 50% 若林さん、 45% 宮迫だから、あれっつって、だからですね、この初めて出てきた若林さんって人が1万株持ってる。だからね、一応権利としてはね、権利とか決定権としてはこの若林さんが一番持ってるってことでね、宮迫違うじゃんみたいな話になってきたんですよね。で、まあその動画の中でね、だから中田敦彦がその若林さんって人を引っ張り出してきて、まあみんな揃って話をしてるんですけどね、そこで出てきた若林さんが話した牛宮城焼肉屋さんのまあビジネスプランについてなんですけれども、
ここはですね、さっき言った広告費の話になるんですけれども、なんかね、まあ、焼肉屋さんを普通にするだけじゃなくて、もちろんね、一番焼肉屋さんとしての儲け、売り上げが大事だと思うんですけど、それだけじゃなくて、まあ、焼肉屋さん、牛具場にまつわるね、グッズも販売するし、大した売れないと思いますけどね、そんなもんね。そのですね、焼肉店に置くタブレット、だから注文とかするタブレットだと思うんですけれども、そこにですね、なんかスポンサーを入れるって言ってるんですよね。だから多分、このね、タブレットに会社とかが表示されると思うんですけれども、そのね、広告代金だけで月の家賃280万円。1ヶ月280万円ですよ。これはペイできる計画だって言ったんですよ。だからまあ、要はね、そういったなんだろう、単純に焼肉さんだけの売り上げだけじゃなくて、他にもあるから安心してくれみたいな意味合いで言ってると思うんですけれども、で、その若林さん、説明してくれた若林さんですけれども、すでにね、これ何社か決まってるんで、まあなんか安心してくれみたいな感じで言ってるんですよね。ただね、その時僕もちょっとね、前回そのね、話は前回ね、僕の動画でも紹介したんですけれども、僕はちょっと突っ込んだのは少しだけで、何社が決まってるって若林さん言うけれども、全部は決まってないってことでしょって僕は突っ込んだのと、あとね、タブレットとか置いて、まあ、タブレットを置いて注文するだけでもそうですけれども、さらにそこ広告とか入れるわけでしょ。だから、高級路線でね、焼肉屋さんやっていくって言ってるから、高級路線の焼肉屋としてね、考えたらね、ちょっと違うじゃないですか。タブレットだし、そこに広告出るんでしょ。だからなんかねって、そこぐらいは僕ちょっと突っ込んだんですけどね、それぐらいしか突っ込んでなかったですけれども。で、まあその部分です。その部分がみんなね、今、ホリエモンが言ったように、ホリエモンも突っ込んでるし、他の記事とかでもですね、他の人もですね、これ、そんなね、タブレットの広告ぐらいで、月の家賃ね、280万円が賄えるわけないだろうってことは結構記事になってるんですよ。これ、ホリエモンまず突っ込んだと。で、次に突っ込んだ人がこれ、ひろゆきですけれども、ひろゆきも、ね、ニュース記事になってました。ひろゆきも突っ込んでるって。これも紹介していきます。どう突っ込んでるかっていうと、実業家のひろゆき氏が16日、配信者のひげおやじ氏の動画に出演、元雨狩決死隊、宮迫ひろゆきの焼肉店、牛具場の問題点を指摘したと。若林氏は番組内で焼肉の売り上げだけではなく、注文に使うタブレット端末やメニューにスポンサー広告を掲示し、広告収入で家賃分を賄うと説明。スポンサーはすでに何社が決まっており、月280万円の家賃はペイできるとしたと。で、ひろゆき氏はこの広告収入という点に着目し、とてもじゃないけど信じられなくてと絶句。その根拠、ネット広告は1000ビューで1円とかそういうレベルじゃん。100席の店に1日100人来るとして、1ヶ月でも来て3000人ですよ。それに300万出すかなと説明した。まあこれね、計算の仕方もね、1000ビュー1円ってのを置いといて、例えばこれ YouTube とかだとね、一説ね、こう、10人見てね、1円っていうね、そういう計算もあったりしますからね。まあ、ただね、だから、ひろゆき言ってる1000ビュー1円ってのはどうかなと思うけれども、たとえね、たとえ3000人かけるですね、100円。だから、1ビュー100円だとしてもですよ。100円だとしても30万ですからね。だからやっぱそう、単純計算すると、ほど遠いとか及ばないんですよね。で、続けて、ひろゆきですね。関係者は多分、ネット広告の単価が分かってないから、お金が入ると思ってる。あの宮迫さんがっていうのがあるから、最初の3ヶ月くらいはノリで、100万とかはあると思うのよ。でも、そのうちリピーターが来たら広告意味ないじゃんと指摘。その上で、でも不安だよね。広告あるから家賃は大丈夫って感じになって、誰も突っ込んでなかったけど、そんな広告なんて簡単に取れない。持論を展開したとね。まあだから難しいでしょって話、結構ね、みんな言ってるんですよね。広告だけで280万とか無理だろうっつってね。まああとですね、これ前回の動画でも僕言いましたけれども、多分これね、タブレットにね、こう、広告を表示させるだけじゃなくて、なんだったらこれメニューのね、その焼肉屋さんのメニューの中に名前が入るみたいな。だから、楽天ドームじゃないけどね、楽天カルビみたいなね。そういうふうにね、考えてるんじゃないかって僕はちょっと思うんですけれどもね。あとね、ガンガン宮迫ひろゆきの YouTube チャンネルの動画でも、そういうの宣伝するわけじゃないですか。だからある意味ね、YouTube の案件みたいにもなるわけですよ。だから、牛具場って焼肉屋さんに広告出してるんだけれども、これ宮迫のね、宮迫のチャンネルの動画で宣伝するから、ある意味ね、ちょっと案件みたいな感じになってるっていうね、いわゆる。まあただね、ただですよ。そうは言っても、だからいいって言ってるかってそういうわけじゃなくて、ね、そんな焼肉屋さんのメニューにね、企業の名前が入ったりとかね、なんかやたらめってたらね、動画とかで紹介してもね、なんかちょっと、前も言ったけれどもね、高級焼肉屋さんを作るらしいからね、なんか焼肉割烹って言ってるからね、そういう路線とは違うと思うから、僕もね、別にいいと思ってるわけじゃないですよ。疑問持ってるんですよ。ただね、280万円の広告ゲットできると思ってる側は、それぐらい考えてるんだろうな、つってね。まあ、タブレットにも表示するし、メニューにも入れるし、そしてまあね、宮迫ひろきの動画でガンガン宣伝するっていう、そう考えて280万円取れると計算をしてると思うんですけどね。ただね、まあね、僕もね、これね、ひろゆきとかホリエモンが言ったように、まあ最初だけかなと思いますけれどもね。なんか、なんとか広告代ね、280万円ゲットできたとしてもね、1ヶ月。うん、なんでしょうね、どういう感じなんでしょうね。例えばこれね、1ヶ月の家賃が300万円として、それをね、10の会社。まあだから、スポンサーを10社取るとして、まあ1社あたり30万円ですよね。で、半年契約180万円とかなんですかね。
ちょっとわかんないですけれどもね。まあ動画にもガンガン出しますんで、半年契約180万円でどうですかとかってね、そういう営業してるかもしれませんね。あとちょっと次、また別の記事なんですけれども、これね、個人的に面白かったのが、これね、もちろんこれもね、牛具場関連の記事なんですけれども、これね、実はこれですね、ホリエモン、堀江貴文ですけれども、だからね、撤退しろって言ってるだけな感じがするんですけれども、実はホリエモンですね、ホリエモンはすでにね、宮迫博之を助けてあげてるって話です。これね、まあ、この記事の中でちょっとね、久しぶりに、第三者のね、第三者が書いてる記事ですけれども、ひろゆきともね、ひろゆきとホリエモンコラボしてる記事になってるんですけれども、紹介していきます。これ面白かったんですよ。これがですね、インターネット掲示板2チャンネルの創設者で、実業家のひろゆきこと、西村ひろゆきさんが19日、自身のツイッターを更新。焼肉店の開業を目指す元お笑いコンビ天海消し隊でタレントの宮崎博之は地獄に進んでる人と表現し、宮迫の事業に対する実業家堀江貴文さんの姿勢を支持した。西村さんが支持したのは、堀江さんが YouTube 生配信中にその視聴者から受けた宮迫を助けないとというコメントに対する助けてんじゃんやめた方がいいという返答。西村さんは関連のウェブ記事リンクとともに、地獄に進んでる人を止めるのは本当にその人のことを助けることになるんだけど、止めると助けてあげないとか言われるのは理不尽とツイート。宮迫を地獄に進んでる人とし、堀江さんは宮迫をすでに助けようとしてるとの考えを示したと。だからなるほどって感じですよね。だからこれ見てる人はね、だから外野の人とか堀江門とかにね、宮迫と関係あるんだからね、堀江さんは宮迫をね、助けてあげてって言うんですけれども、堀江門としてはね、そしてひろゆきも賛成してるんですけれども、堀江門の意見にね、堀江門は、だから俺宮迫助けてんだろうってね、言うと。なんで助けてるかっていうと、だから焼肉屋さんをオープンさせるのを止めようとしてると。まあ、今回ね、3回目の、もうね、焼肉屋さんから撤退した方がいいよってね、まあ、すでに使ってしまったお金あるけれども、どうせ失敗してもっとお金出ちゃうから、もう今のうちにやめた方がいいよってね。だからそういったアドバイスを堀江門はしてると。だからですね、それがもう助けてることになるだろうって言ってるわけですよ。僕もなんかそれは賛成というかね、確かにこれね、止めるのは助けてあげてることになりますよね。もう堀江門って言ったらね、ずっと渋谷でですね、宮迫博之が渋谷で、あの広さでね、100坪ぐらいあると思うんですけれども、あの広さでこうね、あれですよ、高級焼肉店をね、するのは無理だって終始言ってますからね。だからね、他に助けようがないっていうかね、出店をやめるのが今のね、一番の選択だって言ってるわけですよ。それか、まあ、ちょっとくどいですけどね、完全に若者の方に振るかの路線変更、それぐらいしかないと思うんですけどね、僕もね。うん、しかもこれですね、中田敦彦もですね、実はこれですね、辞める選択肢ってのはないんですかっていうふうに聞いてるんですよね、動画の中で。だから本音はね、もう辞めた方がいいんじゃないかって中田は思ってるってことだと思うんですよ。これだってですね、普通ね、誰かがですね、飲食店開くときに、もうオープン間近まで来ててですよ、お金もかけてると。で、そんな時にですね、辞めた方がいいってね、言われることってあんまないと思うんですよね。それはこういうふうに結構な人がですね、なんかこう、もう辞めた方がいいよってね、オープンさせないでね、オープン前にオープンさせないで撤退した方がいいよって言ってね、あんまりないと思うんですよ。だからそれだけね、こうみんなから見ると成功する確率が低いってね、思われてるってことなんですよね。僕もそう思いますしね。あとですね、これをぜひ紹介したいんですけれども、これね、また別のニュースなんですけれども、これもちろんね、牛宮城関係なんですけれども、これね、僕すごいびっくりしたんですけれども、僕ね、前回動画を出して、まあ、だからね、若林さんっていう黒幕が出てきたみたいな話の動画だったんですけれども、その動画を出したね、直後か、ちょっと被るぐらいでね、光る。だからね、もともと光るっていうと、光ると宮迫で焼肉さんを出すって話だったわけじゃないですか。その光るがですね、これ動画出したんですよ。なんで出したかっていうと、さっきもね、だから若林さんって人がね、まあ、動画の中で出てきたっていうね、それをもって光るもね、俺もちょっと動画出さなきゃいけないって出した動画だったんですけれども、それがすごい面白いというか、びっくりする内容だったんですよ。これね、僕が見た感じだと大きく分けてね、二つのことを話していました。二つ話していたと。まあだから僕は二つびっくりしたんですけれどもね。一つはですね、これ何話してたかっていうと、若林さんについてです。これ分かったのが、僕もだからね、前回の動画出した時、僕の動画ですけれどもね、分かってなかったんですけれども、若林さんについてヒカルが言ってたんですけれども、だからね、なんでヒカルが宮迫とね、焼肉屋さんやるのやめたかっていうと、皆さんもご存知の通りね、ある試食会をしたと。なんか去年のね、なんだろうな、12月オープンさせるためだ、ね、12月オープンさせるようになってたんですけれども、その1ヶ月ぐらい前にね、最初にして最後の試食会みたいにしたんですよね。どんなメニューが出るかってことで、試食したのも、ヒカルも宮迫も試食したの初めて。で、もっと言ったらね、お店の内装みたいなのも初めてだったんですよ。それもそれでどうかなと思うんですけれども、一応ね、ヒカルとしては、多分宮迫もそうだったと思うんですけどね、二人の立場としてはお金を出して、じゃあ誰がですね、その試食会とか、まあ試食、メニューね、メニュー開発とか、そして内装とか温度をとってた、進めてたのかっていうと、これがですね、僕もちょっといまいち分かってなかったんですけども、ヒカルが言ったことで分かったんですけれども、若林さんだったんですよね。それなんかね、中田が突っ込んだところで若林さんは全部自分が進行してましたってね、試食会とか自分がやってましたってはっきり言ってなかった気がするんですけれどもね。
僕はね、そんな感じ見えたんですけれども、だから光の動画を見て僕ね、なんだじゃああんなねダメダメな試食会になってたのとか、さらにね改装費をかけてね改装しなきゃいけないようなね、なんかそういった店の作りにしてたのは全部若林さんだったってこと分かったんですよ。もちろん若林さんもねコンサルとかやってたか雇ってたかもしれませんけれども、なんかね光が言ってたのは若林さんってのはね飲食業の経験もあって、だからね光とか宮迫ってのは任せてたと。でまあオープン1ヶ月前にね蓋を開けてみたら、だから試食会ですよ。もう内装もダメだしね、そしてあとね、まあ、メニューとかも全然ダメだったと。だから若林さんがね、まあ僕もねその試食する動画だけ見ましたけれども、素人の僕からしてもね、うわー食べたくなさそうっていうメニューだったんですよ。そういう焼肉メニューって少ないじゃないですか。でもね、なんか素人が見ても絶対クオリティが低いように分かるような焼肉のメニューだったんですよ。高級焼肉ですよ。僕が見てもね、ダメだ、うわーっていうメニューでしたもんね。で、僕は気づかなかったですけど、内装もダメだったとね。だからね、若林さんがそういう進行してたんですよね。だからね、ヒカルは何が言いたいかっていうと、結局ね、若林さんって人がこう、主導してたけれども、すごい仕事ができないやつだって判断を下したと。で、ヒカルとしてはですね、若林さん抜けてもらいたかったんですよね。絶対この人に任せても、なんかね、改善はされていかないだろうって。なんかね、グループラインがあったらしいんですけれども、若林さんがね、もうバッチリだっつって、試食に来てくださいっつって、あんなレベルだったから。多分こういうのってセンスの問題とか、仕事できるできないの問題だから、改善していけることとは違うと思うんですね。だから、主導でね、主導を若林さんがやってる限り、それはもううまくいかないだろうと。だってこれからオープンした後もね、いろいろ問題が起こるだろうってね。それで光を抜けたらしいんですよね。で、おそらくね、だから光としては若林さんに抜けてほしかったけれども、まあ宮迫と一緒にやってるわけだから、宮迫がそれはね、ごめん、飲めないってことで光が離れたってことだったってことだと思うんですけれども、そのものがちょっとびっくりしたんですよ。それがまずね、一つ目のびっくりなんですけれども、だからですね、僕はちょっとね、中田とのね、動画を見ただけでは分からなかったんですけれども、若林さん説明とかうまいですからね。ただ逆にですね、これ、説明とかうまいから、こう、言いたくないところはうまく言わないように説明してたのかなと思いましたけれどもね。なんでかっていうと、まあ、今話した部分でもそうなんですけれども、さらにすごいんですよ。もう一個のね、もう一個さらに分かったことが僕びっくりしたんですよ。それも若林さん言ってなかったからなんですよ。だからね、うまいこと自分の都合の悪いことは言ってないんだなって僕は感じました。光の動画を見てですけれどもね。これね、もう一個のすごい一番びっくりしたこと何だったかっていうと、これなんとびっくりしたんですけれども、まさかこれですけどね、未だにヒカルにはお金っていうのは返金されてないんだそうです。びっくりしましたね。僕相当びっくりしたんですけど。宮迫とヒカルと一緒にやるように、ね、やるように話で、まあ、焼肉屋さん住んでたと。で、ヒカル抜けたと。でもお金は返してないと。これなんかね、言わなきゃいけないと思うんですよ、あの動画ではね。だってあれですよ、あの中で中田がですね、宮迫と若林さんに突っ込んで、まあ若林さんが全部答えてるんですけれどもね。だから最初はヒカル 50%、 宮迫と若林さんがやってる会社ノーブルプロモーション、これ 50% で進めてたけれども、ヒカルが出たんで 100% ノーブルプロモーションっていう会社でやってますって話したんですよ。それ話したらね、ただまだヒカルさんにはちょっとお金返せてないですけどねって言わなきゃダメじゃないですか。僕はそう思うんですけれども、だからなんかちょっとうまいことね、そういうところ話してないのかなと僕思っちゃったんですよね。だってね、なんかね、そのね、中田がだから闇を暴いた動画の中では若林さん説明してるんですけれども、 100% ノーブルプロモーションでやってるって言ってるし、そしてですね、別にまだノーブルプロモーションとかに余力があるんで、宮迫は腕時計を売る必要がないとかね、車も売る必要がないみたいな、そういう話になるんですけれども、余力があるとか言うんだったらね、なんか光にお金返してやろうって言うんですよ。だから返すほどは余力ないんじゃないのかなと思うんですけれども、そしてですね、一番僕は激しく思ったのは、これちょっとね、これここからは僕個人の考えだから、これね、僕が今から言うことは正しいってわけじゃないですよ。ただ僕は思ったんですけど、僕これですね、こう思ったんですよ。逆にですね、ヒカルにお金を返せないようなことだったら、これね、焼肉屋さんをね、ゴーとかしようとせずに中断しようと思うんですよ。だってヒカルにお金を返すようなことはできないのに、焼肉屋さんね、さらにお金かけて進めてオープンさせようとしてるんですよ。僕だからね、いやだったら焼肉屋進めちゃいけないでしょって僕は思っちゃうんですけれどもね。だからね、ヒカルがね、僕辞めますって言った時点ですよ。ヒカルが抜けるって言った時点で、もう焼肉屋さんオープンするのをね、中断して、そしたらね、これ、最初ね、賃貸契約とかにかけてる保証金とかもね、もう返ってくるはずですからね。で、ヒカルに返せばよかったと思うんですけれどもね。まあ、それだけじゃ足りなかったらね、追ってゆっくり返していけばいいじゃないですか。だからね、これ、言い方変えるとですよ。言い方変えると、ヒカルにお金を借りてまで、ね、ヒカルにお金を借りてまで焼肉屋さんをオープンさせようとしてるっていう言い方できるわけですよ。これ何も間違ってないわけですよ。ちなみになんかね、ヒカルに対する返金方法っていうのは、焼肉屋さんをオープンさせて、ちょっとね、期間はうろ覚えですけれども、1年じゃなかった気がするんですよ。なんか2年間ぐらいかけて、毎月毎月ヒカルに返していくってね、そういう話になってるってヒカルが言ってたと思います。どうかなって思うんですよね。あとね、こっちもちょっと話したいんですけれども、
これね、ちょっとひろゆきがね、面白い視点でね、話してたんですけど、これもね、一個のニュースになってたんですけれども、これは面白いニュースでした。これが何話してたかっていうと、ひろゆきがですね、永田敦彦は超優秀な詐欺師だって言ってるね、そういったね、そういったところが聞い取られてニュースになってたんですけれども、これちょっとね、面白い視点だなと思ったんですけれども、これね、再三話してるですね、中田が竜宮城の闇を暴いた。だから若林さんを動画の中に引きずり出したね、その動画についてなんですけれども、それを見たひろゆきがですね、こう言ってたんですよ。これがですね、ひろゆきは違う見方をしてるようで、何かって中田がね、中田素晴らしいって世間褒められてる。中田の株が上がってるんですけれども、ひろゆきは違う見方をしてるようで、あれ、かっこいいじゃなくて、優秀すぎる詐欺師だなと思ったんだよね、と断罪。要は、焼肉屋が失敗した時は、みんな没落するじゃん。没落を手助けしたオリエンタルラジオっていう泥船に乗ってしまう可能性があったから、俺はオープニング費用を自分で出すから、お前らの泥船には乗らないぞっていうポジションを取ったのよ、と分析した。これですね、ちょっと補足すると、これね、中田と宮迫と、あと山本圭一、極楽とんぼですね、3人でウィンウィンウィンっていうね、番組やってるわけですけれども、そのですね、オープニングを取り直すために、そのためですね、中田が宮迫に向かってですね、宮迫の車をね、愛車を売れって言ったんですよ。そのお金で新しいオープニング取ろうよっつってね、そういうふうに提案したんですよね。で、宮迫はうんって言ってたんですけれども、その後にですね、宮迫が焼肉屋さんのためにね、焼肉屋さんをオープンさせるためにお金がどん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 なくなってるってね、そういう話になって、で、中田がですね、そんなね、お金がない宮迫に、なんかね、さらに愛車を売ってオープニング費用を出せっていうのはね、なんか中田が炎上するじゃないですか。中田が炎上するから、中田がね、それをやめて、全部出しますって言ったんですけれども、ドヤって感じでね。その件についてですね、さらにひろゆきはこう言ってるんですよ。本来、ウィンウィンウィンは中田が言い出した番組なんだよ。中田さんがシンガポールに行ったから、新しい MC の山本が入った。で、新しい山本が入ったからオープニング取り直さなきゃいけないんですよ。新しいオープニング取るって、本来、火を出すのは誰かって言ったら、シンガポールに行った中田さんじゃん。ほんとそう。ほんとそうですよね。で、なぜか俺出すわってなった時に、かっこいいって、まあ、世間がね、世間がかっこいいってなって、で、中田さんの優秀っぷりが面白くて仕方ない。だから、優秀な詐欺師っぷりが面白くて仕方ないってね、皮肉芸に語ったと、ひろゆきが。これちょっと面白いなと思ったんですよね。はい。ということで、ちょっと今日はね、続報っていうかね、まあ、続々とですね、いろんなニュース出てるんですけれども、こんなところです。あと他にもですね、なんか、ウィンウィンウィンのね、黒幕を暴くって動画、だからね、最近のウィンウィンウィンの動画のパート4ですけれども、今回ね、すごい話題になってるんで、だって僕もね、これでいっぱい動画作ってるんですけど、すごい話題になってるんで、そのね、なんか問題となってる闇が暴かれた動画、ウィンウィンウィンパート4ですけれども、もうなんかね、265万再生とか言ってるらしいです。多分今もっと言ってると思うんですけれども、だから300万再生とか下手したらもっといくんでしょうね。中田が闇を暴いた動画ですけれどもね。だからね、こう、ウィンウィンウィンっていう番組にとってもかなり宣伝になってね、美味しいし、そしてさらにですね、焼肉屋さんもすごい宣伝効果になってるんじゃないかってね、そういったね、ニュース記事もあったんですよ。焼肉の宣伝になってるって記事もね。ただね、これね、焼肉割烹みたいなところに行くちょっと大人の人はね、それで来る感じじゃないと思うんですけれどもね。だからね、もう一回言いますけど、今からでもいいんで撤退しなくてもいいですけれどもね、なんかね、単価の安い焼肉屋さんに変更して、若者にいっぱい来てもらった方がいいと思いますけれどもね、ほんと僕そう思いますけれどもね。はい。ということで今日、よかった。今日はね、40分の動画にならなかったですね。もうね、過去ね、2回牛宮城の動画撮ってるんですけどもね、2回ともね、40分とかね、50分とかになっちゃいましたからね。今日はね、いかない30分ぐらい、30分いかないかな。そんなところですね。はい。ということで、なんかやっぱ面白いですね、牛宮城の動画ね。今日はこんなところでございます。